い、東武ワールドスクエアに到着しました。ジェイさん、どこ行くのどこ行くの。じゃあ中入ってみよう。はい、もう1回。うわー、リコーさん、すごいな。待ってよ、すごい、すごい、よし、うわすごい、ディズニーランドの入り口のところみたい。いやー、いいねーペー。あーちゃんも連れてきてやりたかったなー。あーちゃんほら見てごらん、スカイツリーだよこちら東京駅かな。すごい、ペイが巨大なゴジラみたいだね。ほら、あっちヤンマーとかなんか会社のビルとか一緒に作ってある、すごいね。あ、電車電車、すごいすごい。ほらほら、電車来た、電車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 いいねー、入っちゃった。いや細かいわ。来た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 、おー、なんか来た、ほらほら、な、何線だっけこれ、何線だっけこれおー、すごい、すごいねペー、釘付け。ダメだよ、入っちゃダメ、入っちゃダメ、入っちゃダメすごいね。ここからの眺めがね、本当にすごい。松とかさ、ちゃんとね、盆栽でやってるのよね。すごい。すごいよね。いやー、素晴らしい。飛行機動いてるの、ほら。すごいね。なんかボロボロでキコキコ言ってるけど。すごい。うん、すごいね。いろんな飛行機いっぱいいる。あー、すごい、車も動いてる。キコ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 言ってるよ。で、飛行機飛んでるのは見たことあるでしょ。これが飛行機なんだよ。もっと大きいけどね。東京タワーです。すごいね、細かく作ってある。いや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 、東武ワールドスクエア舐めてたわ。すごいよ、ちょっと感動してるんだけど。国立代々木競技場、うわー、いっぱい人が並んでるすごいね。あ、ちょっと聖火ランナーいる、ここに。へー、いや、あそこで胴上げしてる。すごい。すごいね。ワールドトレードセンター。これ、これさ、これ例のやつですよね。すごい、踊ってる。いや前向いたら飽きちゃった、飽きちゃった、まだなんでよ、もうちょっと頑張って
上手、上手だね。すごく上手。新しい飼い主さんだね。ね、いいな、セーターいいな。ちょっと今ね、ここは人が少ないところなんですけど、結構人がいますよ。平日なのに、平日の午前中なのにね、結構います。栃木の芸人さんがね、撮影してましたよ。あー、すごい。ほらほら、見てごらんよ、凱旋門。ほら、凱旋門、すごい、すごいね。はい、エッフェル塔。すごいね、ペー、フランス来たの、すごい。うわ、かっこいい。はい、見てください、皆さん、細かく細かくできています。すごいね、本当に。わー、すごい。ペーさん、ペーさん。結構疲れたね。やばいわ。この温度でよかったよ。もうちょっと暑かったらアウトだね。ペーさん大丈夫？今日は最高気温が19度で曇りなんですけれども、なんかやっぱ暑い。こうやって歩いてると。だからね、本当に20度切ってから、来ることをおすすめします。これ下がアスファルトだから、日が出てたらね、暑いだろうね、きっとね、うん、やっぱりね、カートは必須だなね。いやー、結構ね、にぎわってる東武ワールドスクエアでした。思ってたより面白かったね、ペン。うん。疲れた。うん、面白かったよね。うん、はい、じゃあ次行こうか、帰ろうかね、帰りましょうね。道の駅です。ちょっとね、
買い物したいんだけど、ここに何か売ってるかなと思って寄ってみました。行ってみます。焼きそばとピーナッツクリームコッペを買ってキャビンに向かいたいと思います。今日のお買い物はとりあえずこれでいいや。